はい、こんにちは。今日はですね、ウォーターカラーペイントソフトのリベレを紹介したいと思います。ウォーターカラーペイントソフトっていうことは、水彩が描けるということになります。私も非常に愛用しているフォトショップ、アートレイジとか、スケッチブックプロですね。こういったものでも、ウォーターカラーは可能ではあるんですけど、やはり専門的に描くにはちょっと、力が足りないかなっていう気はします。このリベレ、ウォーターカラーにかなり特化した性質を持っていますので、非常に期待しています。早速ね、サイトの方でダウンロードして、少しどんな働きがあるか見てみたいと思います。サイトの方は、リベレっていうキーワードで、escapemotions.com、こちらの方はトップに、ヒットします。escapemotions.com のサイトへ行ってもらって、ちょっと真ん中では出るのが遅いですけどね。デモ版をダウンロードできるこのボタンがあります。Windows 版と Mac 版同時にダウンロードできるので、これを押してファイルをダウンロードしてくださいね。こちらの方では少し前にダウンロードしたものをもうすでに用意しています。Windows 版ですが、インストールらしいことはね、あまりないですね。回答すればすぐに使えるようになっています。フォルダの直下に、リベレ、デモ、エグゼ、こういったファイルがありますので、これをダブルクリックして起動します。購入しますか、それからデモ版を使い続けますかっていうので、デモ版を使うと。ロゴが表示されて、で、起動しました。最初にキャンバス設定が出てきます。ひとまず OK を押してみますね。日本語としても動かすこと、表示することが可能なんで、ファイルカラー、プレファレンスで日本語設定に変えます。日本語を見つけて OK ですね。で、再起動してくださいよということで OK で、もう一度、終了と。再度起動します。日本語化していますね。このデモを使い続ける。さっきと同じボタンです。インターフェースも日本語化しています。ドキュメント設定ですね。リベレのデモ版の制限というのは、ドキュメントサイズの制限があります。ひとまず OK を押しますね。で、キャンバスの中央にリベレデモっていうロゴが入っていますね。これもちょっと制限の一つです。あと制限らしいことといえば、セーブができない。ファイルセーブができないということですね。早速、ツールの方を見ていきますね。水彩ブラシ。水彩画を描くブラシ。一番特徴的なブラシですね。それから、アクリルブラシ、アクリルですね。パステル、鉛筆、インクペン、マーカー、エアブラシ。エアブラシの次は化粧。で、これらのツールの設定、プロパティがこちらにあります。各ツールのプロパティも用意されていると。今日は水彩ブラシだけを少しだけ試してみるので、水彩ブラシに設定しております。キャンバスを挟んで右側のパレットは傾きのナビゲーター。ナビゲーターは一般的なナビゲーターです。画面を拡大、大きくしたり小さくしたり、回転させて自分の書きやすい角度にね、設定したり。これ一般的ですけど、傾きパレット。これはちょっと特徴的なので、左側に持っていきます。こちらに置いておきます。その下がカラーパレット、カラーホイールですね。カラーホイールとカラーパレットセットですね。アセットのような感じです。その下はレイヤーです。レイヤーが用意されているので、一通りのことができそうな感じもします。このクラスのソフトにしては非常にシンプルだと思いますね。
ツールの設定、ツールそのものも少ないですし、設定も少ないような気がしますので、これから少しずつ発展していって、このあたり、徐々に複雑になっていくのかもしれないです。ウォーターブラシ、水彩ブラシを試してみます。ちょっとラップトップで、動かしてるんで、表示が遅いですね。パレット。リベレっていうのは水彩画をシミュレーションするソフトなんで、一番特徴的なことは、絵の具が濡れているか乾いているか、濡れているか濡れていないか、それから濡れている場合、どのように広がる、どちらの方向に流れていくか、そういったことを非常に重視しているソフトなんです。このパレットっていうのは何をするかというと、まず、オンとオフの状態であります。この絵の具の状態を見ると、おおむね察しがつくと思うんですけど、オンの状態にして、このバーの方向ですね。このバーの方向に意味があり、この設定だと、オンの状態にして下方向に流れる。つまりこれは、絵の具を流す方向、流すか流さないか、そして流す方向はどちらか、どの程度の強さで流すか、っていうことが設定できるパレットなんですね。別の言い方をすれば、キャンバスを置いてある、そういった紙自体、キャンバス紙自体が、どちらの方向に傾いているか、どれくらい強く傾いているかですね。そういったことを設定するパレットであると。そういうふうに言えると思います。もう少し変えてみます。基本的に濡れている絵の具、水彩絵の具を置いた場合、オフにしていれば、その場で徐々に広がっていきます。濡れている状態で乾くまで広がっていくと。徐々に広がっていくんですね。そして、オンにすれば、オンにして、なおかつ方向と強さを決めれば、絵の具がその方向に濡れている間流れていくということになります。そういった設定を行うのが、この傾きのパレットです。他にも重要な要素としては、濡れている、濡れていないっていう要素があるので、再度濡らす、部分的に濡らすツール、それから部分的に乾かすツール、そして、レイヤー全体を濡らすツール、それから乾かすツール。これでね、乾きました。こういった風に、このリベレっていうのは非常に水彩絵の具のシミュレーションを重視した、そういったツールに仕上がっていると思いますね。面白いソフトで期待しています。ぜひ、機会があればね、試してみてください。